はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフジです。では今回は信長の野望大使パーティーと斎藤道さんの息子、マムシの息子ですね、斎藤義達のプレー続けていきたいと思います。まあ、順調にですね、尾張信長を退治、その後水野を従えて近江浅井攻めを行っていたんですけども、あまりにも急激な勢力伸長に伴い、将軍足利義輝の怒りを買ったんでしょうかね、包囲網を結成されてしまって、今それを迎撃しているという状態です。でまずはですね、野地瀬山城に朝倉義景軍6000が迫っているので、これを6000で迎え撃ちます。一方大垣城には雷連が4000で迫っているので、これ義達自ら7000を率いて向かいます。で雷連を撃破した後はですね、姉小路が郡上八幡に迫っているので、この郡上八幡に迫った敵を義達が雷連を撃破した後に救援するという作戦になります。では時間を進めていきましょう。なかなかね、厳しい戦いを強いてきますよね。いやー、金もないな。とはいえこの後の長い戦いを考えた場合、兵糧も必要だからね。撃退した後はしばらくおとなしくしてる必要がありそうですね。あとは武将の配属で最前線になる、ここ明部山に誰を入れるか、ある程度戦える武将を入れておきたいので、稲葉山城から誰かを入れたいけどな、あまりにも士官年数が少なすぎる。みんないつ裏切られてもおかしくないってことを考えると、最低でも士官年数2年、前の長安、前の長安以外は前の家一門はいないよね。そしたら利家は寝返ったんで、前田利久、この辺りを入れておきましょうか。ちょっと戦闘向きかというと微妙な2人ですね。であとは配属関係をもう一度見ておくと、今出払ってるってだけだよね、この辺りはね。ただ沢山城には武将入れておいてもいいな。ここは、まあ、すでに城主を派遣してあるので、まあ、戦える武将であれば誰でもいい。承知いたしました。さあ、こんなところですかね。では時間を進めていきます。武田と長田、ここはもう武田に見限られると終わってしまうので、武田につきましょう。助太刀する、かたじけない。さてと、ここはもちろん籠城して敵を迎え撃ちましょう。わしの戦を見せてやろう。で朝倉軍、まあ、ここは指揮しなくても確実に勝てる。出世のためわしは負けられんのじゃ。で秀吉は騎乗させます。兵糧ちょっとでも温存したいので、とするとだ、郡上八幡に救援を送らないと危なそうだな。ちょっとここは郡上八幡に救援を送りましょう。我に続け。で武田と姉小路、ここはもちろん武田について姉小路を召してもらう。そうすれば我々は朝倉攻めに専念できますね。武田騎馬軍だ。で長野と信玄がぶつかるな。
まあ、ここは信玄が1万、長野が4000、まあ、確実に信玄だな。で、雷電もここは撃退しましょう。これぞ我が軍だ。そしたら義辰の一度騎乗させる。この先の長い1年間を過ごさなきゃいけないので、少しでも兵糧は温存しましょう。ん、義辰が病、そうか、義辰は病死するの早かったもんな。報告します。設定は長久史実通りになってるので、どうなんだろう、死ぬかもしれないね、義辰が。そしたら辰興になるのかな、息子。表情を始める。この策いかがでしょう。ちょっと農業を中心に入れて確実に表情を得られる分母を増やしましょうか。開墾支援、あとは対名もどっかで発動しておきたいよね。ただ金がないからな、これやってもしょうがないのか。大宴会はやっといてもいいかもね。ご命令を。我が志。今ね、各国から切り崩しが起きていると思われるので、もちろん包囲網を結成されているので、で金が649か。承知。いや、金は喉から手が出るほど欲しい。あとは漁村も欲しいな。漁村も欲しいけど、漁村が建てられる場所がない。そしたらちょっと梶村を増設しておきましょう。龍一、承知いたします。任せだ。で、金と兵糧に気をつけつつ敵を撃退していきます。浅はかなり。皆の者、よし、都心を撃退した。4000の兵が残ったので、正影が今松倉城を攻めてるね。我々は数正を派遣して機運城を取りましょうか。出陣するぞ。一乗谷という手もありますけどね。早い、迎撃戦がとても早い。標高28日で撃破しよう。何、義辰が死亡かとなると辰興になるな。お隠れになりましたって、なんかね、公家衆みたいな言い方しましたけど、年齢14歳義辰、とても14歳には見えない、すごい顔立ちしてるね。で、統率が31、武勇が39、知略32、内政43、外政33。いやー、厳しい数値を叩き出してくるな。で、志特性は加盟存続か領長前。まあ、ここは領長前の方がまだマシかな。報告します。先月の収支です。下地を。まずは進出して金を貯めていきます。一番金がね、入ってきやすい未進出の場所に進出するのが一番かな。はは、取引を行いましょう。で、あとは漁村が手に入らない以上は防塁でも立てておく。
先の。は。将軍家との戦いを睨んで。しっかり国境付近の守りを固めていきましょう。で、朝倉軍が5000か。朝倉軍5000が機運城にやってくる。これを撃退できるかどうかだな。行くぞ。諏訪城に変えた方がいいですね。進め。仏罰敵面。また撃ってきやがった。仏の怒りを恐れなさい。二つの志特性が解放されてますね。いや、動きが速くなってきたな。で、朝倉軍5000、これがどこ向かうかちょっとわからないけど、ちょっとこの動きは確認をしっかりしていきましょう。で、農兵徴収、農兵を収める兵糧が増える。これはありがたいね。ただでさえ今兵糧不足を嘆いているところなので、さあ、あと9ヶ月残った兵糧でやりくりしなきゃいけないからな。火巻きをしておきます。かしこまりました、かしこまりました、かしこまりました。漁村が欲しい。とにかく今漁村だが建てられないので、かしこまった。あとはそうだな、連兵所でも建てておく。岐阜鳴海尾張近辺にね。はっ、承知。いや、悩ましいな。兵を戻すべきかどうか。ああ、慶順が朝倉に願いったか。いや、もうむちゃくちゃ滅んでいくな、ありとあらゆる家々が。この家の滅び方尋常じゃないと思うね。3000の兵が到着したというわけね。ただこれで残りの城を囲めることや話だ。なんとかなるか。士気を削ってしまう。ここが大友の話ですね。スキップしちゃいます。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を、表情は商業と軍事でいく。議論も欲しいところなんで、議論もね、それなりに持ってくる原因。あとは反米。これにて表情を終える。考え支援は絶対入れるでしょう。あとは、対鉄砲防御力はこの先欲しくなる。で、腕功も欲しいけど腕功がないから、このまま放っておいて、
交渉術入れます。長政が入ったな。基本全員登用ですね。片付けない。よし、諏訪城は落とした。勝ち時を上げろ。数正は騎乗。本来だったらね、騎運城これひともみにしたいよな。武田が出てくる前になんとかしたい。いやーどうしようかな、本当に悩ましいね。義運城を攻めるには兵糧が心配なんだよね。幸い御所から兵を送り出してくる気配はないので、兵力は義運城に仕向けることができるし、なんなら兵糧が入ってきた来年の秋、このタイミングで朝倉を一気に滅ぼすこともできると思うんですが、問題は今年兵糧が持つかどうか。義運城1100、ここを仮に武田が取った場合、諏訪城が孤立するわけだな。となれば義運城攻めだ。で、諏訪は倒せるギリギリの兵を持っていく。で、朝倉軍が9000に膨れ上がるというわけだね。これは騎乗しよう。とても勝てる兵力ではない。よし、筒井純慶とはこの後同盟を結ぼう。報告いたします。先月の終始でございます。しばらくおとなしくするしかないね。下地よ、ここはおとなしくして。はは、兵糧が入ってくるのを待ちましょう。そしたら国境には準剣場を立てておく。かしこまった。は、で、金に余裕が出てきてるので、歩兵をしておきます。どこで歩兵するのが一番いいかな。小谷かな。小谷で歩兵しましょう。というところですかね。まあ、なんとか、包囲網をね、撃退したので、このまま、とりあえず、秋を待ちましょう。で、その後、桜攻めを行っていく。まあ、そういう段取りでね、プレイの方はしていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。